こんにちは、中までたっぷりチェアです。コラボ、3人でコラボしました。今回はコーダさんとコースです。やっていきましょう。俺らの冒険はこれからさ。ヒント、ハテナブロック。ハテナブロックね。クリア率は 0.26。 まあ上げて間もないコースだというのに、もう1000人もプレイしてんの、すげえな。最初に戻ってきそうだね。ダカーポかな。おお、俺らの冒険ってそういうことか。ここで行っときたい。オッケー。ふう。ここ。オッケー。え？あんなん取れねえだろ。どうやって飛んだ。コインを4枚集めなきゃいけないんだな。なるほどね。各コーチやって4つ赤コインゲットしてこなきゃいけないんだ。しかもスクロールなんだ。上はどうすんか。よーく見て。死んだ。流れは分かったんで、とりあえずドッスンの方見ていきましょうか。一番難しいのを一番最初にやりたいじゃん。どうやっていくのがベスト？これは、こうだね。こうですね。ぴょーん、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 ぴょーん。一番厄介だと思ったのは、今んとこパックンなんですよね。まあ、クイーンのところにいるときに攻めれば大丈夫だよね。OK。ここは真ん中。怖え。そうか。これは、きついな。ワンワンで行こうか。ここで待って。どっかで行けるタイミングが必ずあるから。ここだ！戻ってくるかな。え！当たったか。当たらないように。おぶね！ハテナブロックが何だったんすか。何だったんすかね。ワン、ク、その後がフラワーってさっき俺。俺、螺旋状にぴょんぴょんしてるとこがちょっときついかなっていうイメージ、自分の中では。今、自信のないドッスンからいきます。自分をもっと信じてやれよ、俺。もっと自分を信じていこう。自分を信じる者に栄光あり。ぴょんぴょんぴょん。自分を信じる者に栄光あり。オッケー。まず一つクリア。続きまして、自信のないところから。はい、パックン。強制スクール水着。強制スクール水着。強制スクール水着って、なんかやばい、やばい匂いがするな。ちょっと年のいったお姉さんに強制的にスクール水着着せてみたみたいな。そっちの匂いがプンプンするな。次にこれですね。ここは流れが分かってしまってるんで、てかさっき突破したばっかだから多分大丈夫だと思うんだ。ここで飛んでおいて一個待って、はい、危ねえ。あー、ここは一個待って大丈夫だったよね。結構ギリギリだったけど、待って待って。オッケー！言いやすい言いやすい。泣くまで待とう。回るまで待とう。回るまで待とう。さあ、気合い入れていきましょう。ワンワンを。全然可愛くないけど。ワンワンを。ワンワンを。てっ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 て。あぶねえ！ 2、3、4。ピョンスー！オッケー。ここはゆっくりくっついていきましょう。落ち着いて、見切る、見切る、見切るスタイル！イエーイ！お疲れ様でした。ハテナブロック気になるよね。でもここはあえてセーブしないで、投稿者さんの、え、まだ続きがあるだと？ちげえ、ファイヤーだから、戻るんだ。まさか、まだ終わりじゃなかった。そうか。もう一回遊ばせるんだな。本当にダカーポだったな。てか、ダカーポだらけだったな。音楽用語ですね。最初に戻るってやつです。ダカーポ。
あー、取られた。さあ、まあファイヤーになればね、負けませんよ私。すぐファイヤー取られるけど、今日も取られたし。ファイヤー状態でクリアしましょう。え、まだ続くの？嘘。かぶるんだ。戻れはしないんだな。うおりゃ、届かね。結構スピード必要。うおりゃ、オッケー。はい、お疲れ。ヘッド状態で突破していきます。メットかぶってないつもりでいくぞ。ここら辺はもういいや。そもそもしゃがんでる状態なんだもんね、これはね。よし、このコラボ企画してくれたのはコーダさんなんですよ。コーダさんに感謝ですね。企画お疲れ様です。やっぱ企画するのが一番辛労がね多いからね、ありがとうございました。さあ、鍵二つ持ってピョン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 。中年のファイヤーを巧みに扱う、なんかギザギザの帽子をかぶったよ。おっちゃんが頑張って走っております。さあ、ついにゴールなのか。やったー。はい、お疲れ様でした。今回はコラボフェイトさんと、それからコードさんのコースを自分はプレイしていくわけですが、まずはフェイトさんのコース、僕の友達。結構ワールドスキンで隙間が空いてる感じだけど、なんすかね、全然想像つかねえけど。ふざけんなよ。苦手なやつやんなきゃいけねえのか。3回よ、3回。2の3の4回でした。まず4ね。え、なんだっけこれ、あれ、ちょっと待ってくれ、このボム兵最後まで持ってかなきゃダメなんだこのコース。ちょっと待って待って。これ相当やべえぞ。落ち着いておいて、ダメだった時は入り直す。いや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 、これやべえだろうよ。じゃあそっち行っちゃダメ。あー、ダメだった、死んだ。これ乗ってって、こう持っていって、ここは結構スピード勝負だな。これは上に投げてから、こうか。で、投げて、スピンで、踏んでか。きついな、これ。お、いった。いや、結構むずいぞ、これ。届け、よーし、オッケー。なんだっけ、そうか、これか。あ、上投げんのが結構むずいな。はい、おー、届いた、よし、これか。いやあ、でも結構時間に余裕あんだな。とりあえずここまでは超えたぞ。これはスター取っちゃいけないんだな。え、スタートになるの結構むずくねこれ。わかんねえけど、こんな感じだな、多分な。で、スターじゃない状態なんだから、置いて、蹴っ飛ばして、持って、走って、あ、ケツで蹴っ飛ばせばいいんだ、こんな感じで。なるほど。で、こうか。オッケーオッケー。で、うわっ、これあれだな、 P があるんだな、多分な。よいしょ、結構高めにジャンプしないといけないんだね。狙いを崩さず。で、入って、これ上上がる余裕あんのかな、多分ないな。投げたら、持ってポンポンポンで入って、おぶね、ここにボム兵ちゃん置いて待って、ちげえ、上の方に投げなきゃダメじゃんこれ。うわ、これむずくね。
やー間に合え、うう投げながらスピン、スピン、オッケー、降りて入ります。よし来た。で最初は下ジャンプしてギリギリでジャンプしないとスタンに当たります。この次なんだっけ、あそうだこれだ、あミスった時の戻る、あぶねー、冷静だった。ケツあはい、ちょっと待つ、ちょっと待つ、オッケー間に合う、オッケー、左右左右、オッケー、ねえここは落ち着いてジャンプ、オッケー、届かねえかー、ふぅ、さあ行くぞ。あ、絶対届かねえっすね。なあ、同じミス。なんで？よし、来た。いい流れ。危などっすん。こんなもん？うわこれダメだな、さすがに。惜しいな。ですよね。来た、よし落ち着け、爆発寸前で投げればいいんだろ、こんなもんか、よしこれ届くのか、届くね、落ち着いて右にトゲが隠れてる可能性まあねえか、オッケー、やっとクリアできた。これクリア率相当下がるな、多分これ 0.01 いくぞフェイツさん。おお、ベストタイム取った、やった、どっか止まってたっけ、止まってねえよな多分、これまあ上手い人に更新されるだろうけど、なんか嬉しいな、お疲れ様でした。今回はですね、動画の冒頭でも言いましたが、フェイトさんとコーダさんと自分の3人でのコラボとなってます。それぞれコースを出して、それぞれがそれぞれのコースを遊ぶっていうコラボとなっておりますんで、よかったらですね、おのおのの動画見ていただけたら嬉しいです。動画の概要欄にリンク貼り付けておきます。多分ですけどチャンネルじゃなくて動画の裏ルを貼っ付けてあると思うんで、それを見てください。で、上げて間もない時間ですね、上げて1時間後2時間後くらいには確実に裏ル貼ります。上げた直後だとちょっと裏ルが貼っ付けてない可能性がありますのでご注意ください。よし、じゃあ今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後まで動画見てくれてありがとう。チャンネル登録お済みでない方はぜひ、自分のチャンネル以外のね、フェイトさんとコーダさんのチャンネルも登録していただけたら嬉しいです。では今回はここまで。アディオス、アミーゴー。